ポケモンスカワイイの新キャラボタンの父親がまさかのあのキャラである説について解説。プレイ中の皆さんならご存知の通り、死ぬほど可愛いスカワイイで登場するボタンちゃんですが、その父親がピオニーではないかと噂されており、個人的には確定レベルだと考えています。根拠その1、実家はガラル地方。前校長犬ヶ谷によると、ボタンの実家はガラル地方にあるということで留学という名目で帰省したという話がありました。根拠その2、ボタンのする父親の話がまんまピオニー。親が過保護、声はでかい、スキンシップがやばい、ボタちゃんとか変な呼び方する。どれもまさにピオニーを表現するにふさわしい表現で、ボタちゃんに関しても娘のシャクヤをシャクちゃんと呼んでいるあだ名のパターンと一致します。さらにドがつくほどうざいという発言に関しても、ピオニーのド愛らしいといった口癖と一致します。根拠3、名前の関連性。植物のボタンの英語がそもそもピオニーです。また立てばシャクヤと座ればボタン、歩く姿は百合の花といったような有名な表現があり、シャクヤとボタンの関連性も伺います。というわけで、極めて信憑性の高い説なわけですが、肌の色に関して疑問を持つ人もいると思います。しかし剣盾の理由があるから分かるように、ピオニーの奥さんはボタンと同じ白い肌なので、シャクヤは父親に、ボタンは母親にと考えれば納得です。いやマジで確定だと思うから、 DLC とかで掘り下げエピソードしてほしい。みんなはどう思う？